皆さん、こんにちは。カイカイです。本日は Xbox シリーズ S について話していこうと思います。今回のソースは割と皆さんに送っていただいたものです。ありがとうございます。それで何について話していくのかというと、Xbox シリーズ S が実際にシリーズ X もしくは PlayStation 5をマルチプラットフォームタイトルにおいてボトルネックしてしまうのか、足かせになってしまうのかっていうところがかなり議論されてきたところですが、 いろんな開発者からの意見が出てきておりますのでその辺を押さえていけたらなという感じです。で今回紹介する記事3つほどあります。一応開発者から直接出てきたツイートがあったんですがそちらの方は削除されてしまっていたので、えー、残念ながら紹介できませんがそれとは別に3つほど記事がありますのでそちらを見ていきましょう。 開発者は、えー、3人というかお三方ほどいるんですが、まずこちら、えー、レメディの開発者。レメディというと確かコントロールを作ったところですね。えー、かなり大きなスタジオだと言えると思います。続いてこちら。 えー、井戸ソフトウェアの、えー、ドゥームイタ、えー、ドゥームエターナルの開発に携わった方、こちらも非常に大きなタイトルです。そして最後に、コールオブデューティーの開発に携わっている人、もうとにかく、えー、大きさに多少の差はあれど、かなり、もう市場内では大きな開発者として名を馳せている開発者、えー、3社からの人たちが言っているんですよ。何を言っているのかというと、次世代、XBOX シリーズ S は、 ほぼ間違いなく足かせになるぞっていう風な話をしているんですよ。で、今回の内容としては、それらを紹介していくだけだとつまらないので、えー、それ以外に、じゃあ、レイステーションファイ5の独占タイトルとかね、えー、そういうところとの兼ね合いとかもね、話せていけたらなとか考えております。 うちのチャンネルをサポートしていただけるなら、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。で、内容に入っていきます。とりあえずは順を追って、この記事3つほど押さえていきましょう。まず1つ目、レメディの開発者の方ですね。えー、こちら、ツイートがいくつかされております。こちらですね。えー、サザンセ、セペア読めない。読めない。名前読めない。名前って難しい。えー、っと、この方が言っているのが、コンシューマー、まあ、消費者としては、ダイス、消えろ。 消費者としては非常にいい。というふうなことを踏まえた上で、だけど、えー、テクニカルプロデューサーとしては、ちょっと問題ありかなっていうふうなことを言っておるんですよ。で、実際何が問題なのかっていうのはこの時点では言っていなかったんですが、別のツイートのスレッドで言っているのがこちらですね。えー、このインド人なのかなアラビア人の人の発言で、えー、何が問題なのゲームの最適化っていうふうなことを ゲームの最適化っていうところを聞いていて、えー、この方がその通りみたいな感じのことを言ってるんですよね。要は、複数のプラットフォームが存在することによって、ゲームの最適化が難しくなってしまうぞっていう感じです。すでに、プレイステーション5、そして Xbox シリーズ X っていう2つのプラットフォームが存在していたのに、そこにシリーズ s S っていうのが加わってしまったせいで、最適化にかかる労力は1.5倍というわけです。 続いて見ていく記事、こちらですね。え、井戸ソフトウェアのアクセル、<laughs> ね,ね,ね読めない、え、アクセルさんと呼びましょう。え、この方は、え、ドゥームエターナルにおいて、ね、ここで書いてあるのは、え、見た目を良く、かつ滑らかに動くことを目的とした、え、方。 まあ、そういうことを担当していた方っていうことですよね。で、この方がなぜシリーズ S が足かせになってしまうのかっていうのを解説してくれておりまして、この方が言っているのが過去世代からほぼ成長していないメモリの性能、これがおそらくかなり嫌なところになるだろうっていうふうなことを言ってるんですよ。で、そちらの話をちょっと持っていきたいんですが、 こういう感じのスペックシートを持ってきて、メモリって書いてあるところを見てやると、えどこだどこだ、こちらですね、えラム、えランダムアクセスメモリのところですね。Xbox シリーズ X の方が 16GB GDDR6。で、シリーズ S の方が 10GB GDDR6 って書いてあるんで、ま、それはま、あ別にいいかなと思うんですけども、メモリの帯域幅っていうのがめちゃくちゃ制限されてるんですよ。で、10GB の早いメモリと 6GB の遅いメモリ。で、こちらの方が 8GB の早いメモリ。 と 2GB の遅いメモリとりあえず大前提として私は開発者ではありませんのでその辺の詳しさっていうのはあまりないっていうことを置いておいた上で話したいんですがこのメモリの置き方っていうのが全くわけわかんなくてこの 6GB 対 2GB 多分遅い方がシステム系のものを 担当することになると思うんですけども、なぜここまでシステムの方を絞ってるのか。8GB のゲームメモリと 2GB のシステムメモリであったとしても、6GB から 2GB に減らすことはないと思うんですよ。だってシステムっていうのは解像度、パフォーマンスに関わらず、同じ量のリソースを食い続けるわけですから、そういうのに対応するためにもっと遅いメモリの方が必要になると思うんですけどね。まあ私のちょっと詳しくない意見ではありますけども、話戻しましょう。 こちらの方に戻ってやると、えー、どこだどこだこれですね、えー。この方が言うには、まあ、いろんなところと言われている、えー、ゲームのスケーラビリティ、要はパフォーマンスを向上すると、ちゃんとゲームの見た目も向上する。っていうことについて、いろんな方が言っているのが、えー、PC 上では常にそうなっている。つまり、 xbox, series x, xbox, series s, playstation 5のこの3つのコンソールが存在する状況の中でシリーズ s っていう弱いコンソールが追加されて 追加されたとしても、PC ではすでにずっとスケーリングちゃんとしてるから、じゃあコンソールの方でもちゃんとスケーリングするだろうっていうふうな意見を踏まえて、そんなことはナンセンスだっていうふうなことを言っています。すべての AAA タイトル、まあ、ここ数、ここ10年くらい以上のすべての AAA タイトルっていうのは、必ずミニマムスペック、最低限のスペックを元にしたアセットを制作している。で より高いパフォーマンスのコンソールに対してどういうふうなスケーリングを入れているのかっていうのは例えばサンプルの数を増加させたりそういうことを行っているが本当にパフォーマンスを増やしたところでそこまで変わるものではない多少変わるけどそこまでではないミニマムスペックというものは非常に重要なものであるというふうなことを言っておりますでここでちょっとなんか全く話完全に切れてる感じで ここで急にレートレーシングの BVH に関することを入れていてどうだろうあのこれ記者の編集ミスか知らないんですけどもしこれがちゃんと話の内容に関係あるとすればおそらくこの BVH、えー、バ,バウンディングボリュームハイヒエラルキーですね、えー、こちらレートレに関するものですがこのレートレに関するものメモリ内に保存されているものであるっていうのがすでに、まあ、例えば、えー、NVIDIA の えっとカンファレンスとかかなであるとか、えー、マーク・サーニーさんのイベントであるとかですでに説明されておりますあのメモリの貧弱さを見るにもしかしたらレートレパフォーマンスっていうのはこの BVH へのアクセスが悪くなるせいでものすごく下がってしまうかもしれませんまあとにかく、えー、こちらの d o o m e t e r n a l の開発者さんはメモリが下がるのが非常に問題でありさらに この貧弱なコンソールが導入されることによってミニマムスペック、最低スペックが下がってしまい、それによってゲーム開発における最低ラインが下がってしまうからアセットのクオリティも総合的に見れば下がってしまう。そういうふうな、かなそういうふうな話をしております。続いて、コ、えー、ルビリティの開発者さんの発言、おそう、このサイトね、すっごくバグいので、あの、はい。まあ、いいで、えー、この方が何を言っているのかというと、 こちらの方に、えー、ツイートの引用がありますね。えー、スキルアップさんっていう確かゲームのレビューアーの方だったかながツイッター上で、えー、このコンソールを見てスペック、そしてゲームパスであるとかプロジェクト X クラウド、えー、そういうものを300ドルで手に入れられるっていうのを考えると本当にコスパが素晴らしいっていうことを発言していて、えー、これに対して、えー、っと、インフィニティウォードだっけまあ、とにかく、えー、コールブディティの開発者の一人である方が、えー、デイビッド・ ミックナーさんまた読めない。えまあ、い,いや、このデイビッドさんが言うには、本当に確かにコスパはいいんだけども、ロースペックコンソール。 っていうのが、まあ、ボトルネックになってしまうようなロースペックコンソールを XBOX が出しているっていうことが、えー、もう考えることをやめられない。もう本当にそういうのが頭の中を渦巻いているっていうふうなことを言っています。まあ、カッコ書きの中で、えー、あらゆる次世代機、まあ、どの世代交代においても、必ず次世代機っていうのは過去世代機に足を引っ張られるけどもね、みたいなことを言ってるんですけども、ちょっと業間の読みすぎかもしれませんが、私がこれを読むに、多分、 もともと足引っ張られるのに、これによってさらに足引っ張られてしまうっていうことを、えー、業間で言ってるように感じます。私個人の意見ですが。はい。というわけで、ここまで、え、およそ3社ほどの発言を入れました。 このどれをとっても、ま、いろいろね、えー、言っていることに多少の差異はありますけども、えー、メモリがダメであるとか、パフォーマンスが下がってしまうことによって、必要パフォーマンスと最低値が,が下がってしまって、アセットの最低値もえ下がってしまう。そういうことをいろいろ言っておりますが、これを総合してみるに、やっぱり、もちろん、サンプルサイズ3ですので、確信を持って言うことはできませんが、ほぼほぼ、もう、Xbox シリーズ s は足を引っ張ってしまうことになるんじゃないかっていうふな、 まあ言えると思います。多分、うん。で、p l a y s t a t i 5の方がどうなのかって話ですが、やっぱりマルチタイトルっていうのはここで足を引っ張られてしまうのかなという感じです。プレイステーション5の方の独占タイトルに関してはプレイステーション5のみで制作しておりますので、かなりいいゲームが期待できると思います。ラチェットクランク、ラチェットクランク、リフトアパートであるとか、プロジェクトアーシアであるとか、まあそういうたくさんのゲームが いきなり発表されておりましたが、まあ、あのイベントで出てきたゲームのうち、独占タイトルかなりありました。ていうか、全部独占なんだっけ覚えてない、覚えてないけど、まあいいや。かなり独占が多かったと。で、どちらかというと、ファーストパーティーの独占も多かったんですけどもえ、サードパーティーの独占が少し目立っていたというふうに感じていた方もたくさんいらっしゃったかと思います。うちのコメント欄でも結構言われていたんですけども、 最近、最近というか、今世代、独占タイトルが多いように感じる。もしかして、この独占タイトルの多さは、Xbox、シリーズ X、そしてシリーズ S を含,、ま、含めた時の開発難易度の高さに起因するものではないか、っていうふうなことを言っている方がたくさんいらっしゃったんですよね。で、まあ私自身もそれに全,全面っていうか、まあ普通に賛成というか、あの、開発難易度っていう点では、あの、別に最適化すればできると思うんですよ。 今回紹介した3つの記事では開発が難しくなるっていう話をしましたが、それとは別の記事で、別の人が開発が難しくなるはずはないっていうようなことを言っていたんですよ。で、その背景にあるのがメモリは確かに減った。けども、そもそもメモリの質量量、そして必要待機幅も減っているんだから大丈夫だろう。そして、GPU パフォーマンスの低下っていう部分においても、 確かに GPU パフォーマンス3分の1程度になって非常に弱くなってしまっているけども、けども、ちゃんと最適化すれば 1440p とか 1080p で運用する前提なんだから別にそんな関係ない。パフォーマンスが減っていてもその分解像度を下げているんだからそれに比例して、ちゃんと画質は出せるはずだというふうなことを言っていたんですよ。で、確かにそうだと思います。私も。ですが、一つだけ大きな見落としがあると思いまして、 開発において最適化のめんどくささっていうのがあると思うんですよ。で、これは、その、イドソフトウェアの開発者さん、ドゥームエターナルの開発に関わったアクセルさんの言っていることが非常によく表していると思うんですけども、まあゲームの最適化において、だいたい同じパフォーマンス帯のゲームコンソールが2つ出てきていた場合、うち、まあパフォーマンスが低い方、この場合は、 プレイステーション5になるのかなまあ実際のところどっちかわかりませんけども、まあ予想を立てるならプレイステーション5の方に合わせてミニマムのアセットを設定して、でそこから Xbox シリーズ X のためにそのアセットをスケールアップしていく。まあそういうことになるかと思います。もちろん SSD の活用とかによって差は出てくるかもしれませんが、その辺は実際出てくるまでわかりませんからね。で、 そういうスケールアップが存在するんですけども、どんだけスケールアップし,てしたとしても、ちょっとしか違いはないんですよね。このコンソールの、この2つのコンソールの間のパフォーマンスっていうのは非常に差が小さいので、まあ簡単に上がると思うんですよ。ですが、ここに Xbox シリーズ S っていうものを導入してしまうと、いきなりパフォーマンスの最低値っていうのがぐんと下がってしまうんですよね。で、そこからスケールアップしていくのは非常にめんどくさいかと思います。 なので、私の予想になるんですけども、別に最適化やろうと思えばできるってことだと思います。まあ最適化、ちゃんと時間かけてじっくりやれば、Xbox シリーズ S 向けのアセットを制作して、そこからちゃんとシリーズ X、PlayStation 5向けのアセットも制作してっていう過程を踏んで、すべてのコンソールにおいて、まあ大体同じくらい、もしくはかなり綺麗、ちょっと差はあってもかなり綺麗なグラフィックを出せるようになるかと思いますが、問題が、それはちゃんと最適化した場合であるということ。 んなめんどくさいことしねえよっていうことなんじゃないかと思います。もう、開発者の方は裏で、Xbox Series S の情報はかなり前から知っていたかと思います。多分。どうだろう。多分知っていたかと思います。で、それを知った上で、 三コンソールのために最適化するなんてめんどくさくてやってらんねえよって言った上で、Xbox シリーズ s だけ切り捨てるのはおかしいから、じゃあついでに Xbox シリーズ X も切り捨てちゃえば、もう一コンソール向けの最適化しかしなくていいから、それだけクオリティの高いゲームを出せるし、簡単に最適化できるっていうふうなことかもしれないんじゃないかなと、私個人としては考えております。 とりあえず、近々ソニーのイベントあると思いますし、えー、リーク、リークっていうか、あの、まだ確信が持てない部分であ,、まありますけども、ソニーがそろそろイベントやりそうなので、その辺で何かしら新しい情報が出てくるのを期待したいところです。Xbox の方もね、えー、システムスペックとかに関する情報はもう腐るほど出してくれているんですけども、実際ゲームプレイがどうなのかっていうのは全く教えてくれてないんで、えー、その辺をちゃんと出して、えー、ゲームプレイの部分で比較したいなと、 思っておりますまあとりあえず直近のところではソニーのイベントに対する期待ですかねそれに関してはまた別の機会に抑えようと思います情報をねで最後にあのちょっとした質問なんですけども顔出しした方がいいですかねっていう質問あのこういう記事を抑える動画であるとか あとは、まあ、なんか、私が単純に語るだけの動画において、基本的に動かない背景を映してしまったりだとか、あとは、なんか、ま、同じ映像をずっとループさせたりとかあると思うんですけども、そういうつまらないものばっかり流し続けるのもどうかな、みたいな。まあ、自分の顔も結構つまらないですけども、それはさておき、それはさておきですよ。そんな感じで、やっぱ顔とか出した方がいいのかな、みたいな。まあ、 出さなくていいんだったら別に出しませんけどね。えー、ちょっと聞きたいと思いまして。まあ、出せ出せ言われてもすぐに出すとは思いませんけどね。私も結局まだ学生のみですし。もう少し先になるかな。まあ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 、その辺はおいおい考えていきましょうということです。とりあえずまずは皆さんの意見を聞きたいだけという感じですね。はい、それはさておき、今回の動画はここまでにしましょう。楽しんでいただけたら、ためになったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価のほよ高評価の方。を よろしくお願いします。他の動画、他のチャンネルなどは動画説明の方にリンクしておりますので、ぜひご確認ください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。